えひゆげぜいめいさあ、始まりました。一人賛否ということで。はい。えー、6月2日の日曜日までに起こった先週1週間のですね、まあいろんなニュース、SNS ニュースと名打ってますが、を中心にちょっといろいろ喋っていきたいと思います。はい。まああの、昨今ね、いろんな事件があって、いろんな意見があります。でね、あの、僕はあの、一人で偏ったどっちかの意見って言いたくないんですよね。えー、なんかあの件について粗品は、 こうやって喋ってたぞとかね。あの事件、粗品はこっち派でもの言ってたぞ、みたいな。あの、そんなんいりません。はい。なんで、あの、どっちの意見も、一人で言ってみます。はい、一人賛否ということで。えー、ね、今週もいろいろありましたが、あの、どぎついニュースやらんで。はい。どぎついニュースやらん。うん、なんかこうね、ね取り扱うのあれなニュース。あと、どぎついだけじゃなくて、これあんまり説明してなかったけど、あのね、おもんないニュースもやらんから。 はい。これはしっかり。この件、ぎつい判定なのかよって言われることあんねんけど、ちゃうねん。それは、別に土ぎつくないけど、おもんないから取り扱ってないっていのもありますから。よろしくお願いします。はい。今回もあの、適当に調べたんで、リサーチ不足です。はい。あのー、そしな、ね、お前言ってること間違ってるぞとか、ちょっと情報間違ってるぞ、不足してるぞとか、あのー、知りません。はい。話半分に、えー、適当に聞き流してください。では、いきます。 市営住宅で違法賭博、79から88歳の男女3人を現行犯逮捕。はあ、これすごいですね、えー。大阪市何和区の市営住宅の一室で違法に賭博場を開いていたとして、79から88歳の男女3人と客として来ていた94歳の女を含む男女4人が現行犯逮捕された。すごい話やな。ね、賭博会長取りの疑いで現行犯逮捕されたのは、 うん、79歳の男、83歳の女、88歳の男の3人、自宅で、サホ本引き賭博の賭博上違法に開いていた疑いだと。ね。このね、サホ本引きっての初めて聞いたんですけど、手本引きとか言ってたかなサイコロと張り札を使ったサホ本引き。なんかちょっと調べたらカルタ賭博みたいな。ほんま、見たことない絵柄の札。 わーって出てきました。ルールもちょっと見てないかわからんけど。って呼ばれる賭博を行う賭博場を開いて、客から手数料を徴収して利益を得ていた疑いが持たれています。ね。現場は8畳ほどの和室で、捜索の際に現金170万円を押収した。結構動いてんな。客4人で170万。あ、結構動いてんな。すごいですね。 ええー。まあ、これね、あのー、あかんで、ね。何をしてるんですか。そんなおじいちゃん、おばあちゃんにもなって。ね。いやいや、素直にパチンコとか言ったらええのよ。な。で、高レートでやりたいんやったら、もう競馬とか公営ギャンブル青天井ですから。自分の張りたいだけ貼れるから。それでええやん。もう、仲間内、人とで取り合わんでもええのに。ね。まあ、あの、立派な犯罪ですから、この逮捕されてね。賭博会長。 取り材ってのありますから。これあの、ダメです。はい。もう年齢関係ありませんから。あかんで。こういうのもやめましょう。ただうん。理想の老後の過ごし方かもしれんな。あの、嘘ですよ。うわ、すごいね、これ。理想の老後の過ごし方はやっぱ、 何歳なってもギャンブル現役みたいなのやりたいんですけど、あ、まあ、この、なんやろ、違法性があるのはちょっとだ、あの、さすがに僕もね、あの、用語できないんですけど、ええー、なー映画やったら。なんか、うん、おじいちゃんおばあちゃんっても、仲間うちで集まって、部屋で賭博するっていう、おじいちゃんおばあちゃんなってもっていう今の言い方やったら、若い今、普通に賭け魔女とかしてるみたいであかんやんか。全くそんな事実ないですからね。 これ、あの、一人賛美ですから、ほんで。はい。コントなんでね。やめてくださいね。かなり、その、なんやろ。勇気出ました。勇気出るというか、な難しいな、これ。これ、違法賭博義務ずにいつも。ね。うん。いや、これもね、前も言ったけど、かけまーじゃんの現行犯逮捕みたいなのあったやんか。お店が。これ、どうやってバレんの前回のは、まあ、おそらく、そもそもチップみたいな、お店のチップみたいな換金がしてたから、 チップを持ってる時点でアウトやったとかはちょっとわかんねんけど、これはどうやって、その、ならやろ、その、裁本引きの道具と現金があると現行反対されるのかなこう、金を手渡しする瞬間を抑えたんかなちょっと興味あります。いい意味で。はい。ダメですよ。あのこれダメです。あの、理想のロゴの過ごし方じゃないよ。俺は公営ギャンブルとパチンコしかやらんよ。 はいえー、一方、高齢者でいうと、こんなニュースもありました。100歳男性と102歳女性が結婚あ。すごいね。アメリカで長年連れ添ってきた伴侶を亡くしてから一人身だった100歳超えの男女は9年の交際期間を経て合流したことが報じられ、全米で話題となっている。すごいニュースや。えーえー、施設で結婚式を挙げたのは、バーニー・リットマン、男性の100歳ですね。と、マージョリー・フィターマン、女性102歳。えー 9年前に施設で知り合い、様々な活動を一緒に行うことを通じて絆を深めていったという。えー、施設って何老人ホーム的なことなんですかねっていう、介護してる人になことかなええー。そこの人と結婚はい。 1999年に全府に先立たれたというマージョリーさんは、モリスが亡くなって、また愛を見つけることができるなって想像もしなかった。でも、バーニーに出会い、自分の時代に特別な人が入ってきたことが分かりましたと語った。うわぁ、名言やな、これ。バーニーさんの孫娘、サラ・シチャーマンさんは、名前をもろ。サラ・シチャーマンえ祖父が一緒に活動したり、時間を共有できる女性を見つけて、家族全員が感激しています。お互いに出会えて、本当に幸運だったと思いますと語る。もう 幸せお祝いムードや、完全に。なはい。えー、お二人は結婚式を挙げるつもりがなかったと。ただ交際を続けるにつれて、ただの親しい友人ではなく、夫と妻という環境を意識し始めた、えー。通常結婚式では僕、死等が新郎新婦にアドバイスの言葉を送るそうだが、二人がすでに一生分の知恵や経験を持っていたこともあって、アドバイスを送らなかったという。アメリカ !USA! おもろいな、これ。 合計し202歳。これは、ギネス世界記録に認定される予定とのことです素晴らしいですね。最高、幸せ。こんな人生あるんや。はーい。いやいや、びっくりしましたね。しかも、9年交際してるって。90代のうちから。交際勇気いで、あの、告白。どっちから告白したかなわしと付き合ってくれって言って。 いいですよ。なんかロマンチックですね。めっちゃいいやん。ね<ー>これ素直におめでとうございます。ただうーんー、俺の離婚際立つな。なーにしてくるとね。いえ、こんなご長寿に再婚されたら。まだ30代で再婚してない俺。うんこみたいなやんけ。 なね俺の離婚際立つねん。お前、102歳でも結婚してんねんぞって言われるわよ。俺終わったもうね、素直にね、人のなんやろ、結婚とかのニュースをお祝いできなくなりました、正直。すいません。はい。なんかあの、熱愛とかね、付き合ってるらっしゃるとか俺ええと思うねん、全然。結婚はやりすぎやで、みんな。俺が今結婚してんねんから。足並み揃えていこうや、みんなで。なあ ゴール一緒にしようと決めたや。マラソンの度肝。な。人生と長いマラソンの結婚。待て。落ち着け。落ち一緒にしよう。ね。まあおめでとうございます。吉本のチケットサイトのポイント終了。はい。一部で話題になってました、これ。吉本のファニーのサイトでチケットとか配信が買うと100円で1ポイント貯まる。ファニーポイントが終了のお知らせが来たと。ねえ。 えー、まあ、このファニーっていう、ま、サイトがあるんですけども、これが吉本興業を運営しております。劇場チケット、オンラインチケット、配信、グッズなどの情報発信や販売をするサービス。ね。が、ファニーポイントを終了の発表しましたと。5月末ですね、これ。えー <coughs>、2014年4月から始まってます、このファニーポイントは、ファニーチケットでのチケット購入や、吉本直営のネットショップでグッズや DVD D を購入すると、100円につき1ポイント貯まるシステムになっていますと、貯まったポイントを使っていろんな特典に交換することができると。 ね。で、えー、誠に勝手ながら、書き日程を持って終了とさせていただきますことをお知らせいたしますと言われて、付与の終了日が4月2 9日、交換の終了日が9月25日、ね。特に終了する理由など明記されていません。どうなんでしょうね、これ。俺も内部におるけど分からん吉本だけど。ね。えー、ファンがね、SNS で、自分の3万ポイント以上を保有するスクショを貼ってですね、どうしたらいいと思いますみたいな 困惑してる投稿して、その投稿には配信を買いまくるしかね。DVD とかに使えば少しは消化できるけれどね。みたいな。っていう案が出されてたんですけど、えー、自分が見たい公演に限ってポイント使用不可。泣き泣き泣きな。と、嘆きが見えたと。ね。えーまあ、やっぱこの、大量に抱えてしまったポイントの消化を嘆く声がかなりあったと。一応、ファニー側も、 100ポイントで抽選口に応募、豪華商品が当たるファニー運試しチャンス実施予定。ポイント消化することで、催しも実施する発表をしていますと。ねえ、まあ、残念ですね。本当に。なんかこう、裏切られた気分ですね。うん。吉本のね、まあ、そういう、なんでしょう、こういう、まあ、癒しいと言ってあれやねんけど、ポイントさ、急に終わるなんて、それもう、突然やわ。 そう、ポイントが無限に使えると思ってこっちも、ああ登録してるからね。なんなんだよ、もう。たまらんわ。これはもう一応お笑いファンとして、芸人としてじゃないですよ。お笑いファンとして、これは、うん、ちょっと誠にいかんですね。えー。ただうん、黙ってお笑い見に来いはい。何とね。いや、その、 うん。ポイントでな。笑おうとすな。お前ら。いや、グッズとかは別にええか知らんけど。何配信チケットとか。劇場の公演もね。もしかしたらファニーのポイント使えるやつあるかもしれないですよ。ね。いや、お前、ポイントで笑かせてもらおうとすな。アホ。ないとね。ねえ、わからん。その公演見に来れるかわからんけどね。うん。お前ら、ポイントで公演見に来ても金払ってないから客席おもしで帰るだけやろ、お前。なあええー、えねん。 無料で来た客、笑わんねん。無料で来てるから。適当やん。ぼーっと見とんねん。携帯触っとんねん。なあかんねん。自分で金払って楽しみに見に来い。青。金払った客だけ笑かしてるわ。まあでも、金払った結果、その、サービスの施策としてポイントやねんって言われたら、まあそれはそうなんですけど。いや、でもまあ、ポイントで見に来るなんてちょっと思うな。ポイントで見に来るってなんかあれやもん。お試しで、みたいな。無料で。まあ、 自分でお金は払いたくないけど、まあ、ポイント近いんだったら見てもいいかなっていうレベルの公演を見るってことやろみ、み、まあ、んで、ね、それ。みんで、ね、そんなんやったら。ねえ。えー、JRA 水沼機種。競馬開催中の調整ルームで、ね、持ち込み機種のスマホ使用。ねえ。機場停止処分や、そうですね。はい。うん、まあ、これもとね、スマホ、ね、これあんましない人いると思うんですけど、競馬開催中にその、まあ、あ ジョッキーたちがいる場所ってスマホ持ち込んだらあかんの。これ厳しいんですよ。ね。はい。っていう話です。スマホ持ち込みで騎乗停止の水沼元気機種に悪質な偽装工作が発覚したと。ね。はい。えー、美保トレセン美保のトレーニングセンターですね。および東京競馬場の調整ルームにスマートフォンを持ち込んで使用していたと。ね。はい。これ、そもそも去年ね。 はい。若手六ジョッキーがスマホを調整ルームに持ち込んで、機上停止分があって以降、専用ロッカーに携帯、スマホを預けることが義務付けられていました。が、えー、今回ですね、ミホトレセンの調整ルームに、この水沼ジョッキーがロッカー内に携帯電話を置き忘れていると、26日トレセンから連絡があったと。だから、それはいいんですよ。専用ロッカーに預けてるから。忘れてますよって言っただけ。ただ、ロッカー施錠されておらず、携帯電話のケースのみが入っていたと。ね。 入れたふりしてたんや。このため、調整ルーム内の持ち込みの疑いが浮上し、JRA 職員が同ジョッキー立ち合いのもと、東京競馬場調整ルームの部屋を調べて、携帯電話があったことを確認したと。ええ調整ルーム内で飲食店を予約したり、TikTok を見ていた、などが確認されたという、そんなんもわかんねえ。はい。死災欠員は、 ケースのみを預けるなど偽装工作があり、悪質性が高いと説明しました。重大な非行と判断しています。ね。えー、これはですね、まあこの、議定があるまで、決まるまで、起乗停止処分です。ね、追加で事情聴取を行って、常習性など調査して、速やかにこの、何、委員会の開催をすると。うーん。で、まあ、その、水沼の師匠である、調教師、元ジョッキーの加藤、 カズヒロは X で謝罪部も投稿してますと。まあすいませんでしたと。ね。えー、まあこれダメなことなんですよ。本当に。あの、なんでダメかって、ギャンブルがやから。その、内情知ってる人が外部に情報漏らさないようにっていう話なんですよね。そう。あの、不公平だと。それだと。だからジョッキーたちが自分で馬券買えへんみたいなの、もうちょっと拾い番ですよね。はい。 えー、外部との、えー、接触を遮断することで情報の漏えいを防ぐと、構成を確保することが目的なんですよ。スマホの持ち込みはね。うん。ギャンブルですから、競馬は。えー、構成さを保つために外部に情報が漏れてはいけないので、スマホなどの通信機器の持ち込みが規制されています。ねえ。いや、だからまあこれは本当に違反やし、まあ今回はね、その飲食店の予約とか、 tiktok っていう二つがまあなってますけど、まあ今後調査でね、どうなるかわかりませんが、うーん、いやちょっとな、馬の情報とかわからんけど、ジョッキーだけが知りうる情報とか、誰かに流しててね、あそれをなんかグルになって自分も利益得るとかは結構悪質なんでちょっとね、やめてほしいですね。は,い、はい。こういうのはもうダメです。残念。ただうーんー。 川田が手抜いてるとか、竹豊がやる気ないとか、俺も教えてほしいな。んなんかそういうの教えてほしい。いや、その手前、なんかね、その手前みたいな情報がたまに回ってくんのよ。なんか、芸能人情報網みたいなんで、競馬好き芸能人の人が、次のあの大事なレース、誰々っていう馬、全然調子良くないらしい、ね。みたいなそ。そのレベルですよ。噂レベル。なんか、 なんか聞いた。みたいな言うんですよ。それ当たったことないねん。それはっきり言うて。ふざけんなよ。でもうその、トレセン内でのなんか様子とか、もう見たジョッキーの情報とか、ね。日本人ジョッキーの不調とか、ああ、欲しい、どうしようかも。俺、そんな潜在軸のチャンスだったらもう、貯金全部いきますよ。はっきり言うて。ねえ。ダメです。これ、やめましょう。はい。ラーメン二郎で火災発生も、客はラーメンを食べ続ける。 はい。歌舞伎町ラーメンジローで火災が発生しましたと。ね。えー、これね、その日オープンやってんで、開店初日のラーメンジロー新宿歌舞伎町店、歌舞伎店に火事が起きたんですって。火事の原因は油への引火。ねえ、ベタですけどね。で、まあ、これ僕画像しか見てないんですけど、火事発生時煙が店内に立ち込め始めると。で、店内煙に覆われるも、店員からの指示は一切なくですね。はい。 カウンターに15人ほど横並びの客は提供されたジローラーメンを火事の中で食べ続けることになった。クックッ異常やな。うん。ほんまミストサウナみたいになってたよ。なんか真っ白で。ね。はい。店員はその時は慌てる様子見せねへんかったんですけど、炎が大きくなってね、天井にも届く大ごととなった時に初めて焦りを見せた店員が避難の指示を出して、ようやくお客さん外に避難したと。えー、怪我人はいませんでした。よかったです。よかったです。 ねえー、いや、普通に、ラーメン食いに行って、ねえ、火事なるっての <laughs> ないよなあ。まあね、みんなね、言ってます。煙増しましたとか、なんかそんな言ってますわ。はい。いやー、まあでも危険やな、これは。うん、危険ですよ。まあ火事ね。消防車、消防沙汰とかね。怪我が人いないんがほんまよかったです。あの 爆発力のある、バーンっていう火災じゃなくて、うん、火の手がゴーって上がってみんな避難とかで、まあまあよかったですけどね。まあ、ええことないけどね。一瞬演出かなみたいなね。オープン初日やから。なんか、フラン、エグいフランベみたいな。ブワーンみたいなんで、おー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 って、これやばないみたいな。どんな雰囲気やったかありやけど。うん、なんか超高級店。もう、招待制、会員制の、1日2組限定みたいな。カウンターだけの一流レストラン。 とかやったら、逃げられへんかもな。火事が起きること。うん、煙が起きることさ演出みたいな思いますけど、ただ、ダメですよ、ほら。火事起きること自体飲食店としてやっぱダメじゃないですか。食中毒と。うん、あと火事。うん、自然災害ではないですからね、火事は。やっぱ不注意とか、テクニックで、えー、っていう場合がほとんどですから、火事はね。うん、これはちょっとあのー、気をつけましょう。はい。 ヘデで、うん、俺の実家は寿司屋やのに、なぜか火事で潰れたではい、これあんま知らん人ばっかりと思うんですけど、あのー、俺、もともと実家寿司屋やって。今でこそ焼肉屋やねんやけど、うん。焼肉屋やる前寿司屋やったんですよ、もともと。ね。あの、火事で潰れてますからね。 俺のの実家焼肉もう何十年ももっともっと前やけどはいなんで寿司屋で火の手上がんねんっていうどういう意味やねんえうなぎあぶる時のバーナーどれそんなんで引火するかあトロあぶる時にそのトロに油飲みすぎてたでブワーってなったそれでも食えるよそのシャリに火のってる状態でも食うやろ客はそれ食わんかなんで 火事で、店全焼して、なくなってますからね。で、場所移転して、焼肉屋始めとんで、ね、頭おかしいんかい俺の父ちゃん。なんで火怖いやろ、普通。トラウマやろ。火事なったら。なんで寿司は火事で潰れたのに次焼肉屋やんねん。おい。まあでもおかげさまで焼肉屋では、火事なったことないですね。いや、ほんまにな、あのー、焼肉屋で、まあ、言うたら七輪焼肉、炭火なんですよ。 七人がね、まあ、七個ぐらいあんのかな俺の店狭いから全部で七個やねね。を、まあ、あの、閉店の時にね、自分で締め作業する時に、だ火ついた炭、ね。水でジューってやって消すとかやってないんですよ。これはもう、何十年も昔から続く伝統的なやり方で、黒い壺に火ついたまま炭わーって全部入れて、ね。蓋するだけやねこれ、めっちゃ怖いやろ。ただ一回も火事になったことないな。 させるんですよ中でその蓋がな、壺に対してな、なんか、結構グラグラやねん。壺も丸くて蓋も丸いから、なんか、こう、ちょうどいいとこにこう置かな感じいや、カチッとかね、ガチャンとかないねん。うん、こ壊ない。ただ一回も感じなってことないですね。うん、寿司屋の時もあったけど。最低の飲食店ですよ、うちは。はい。 警察密着24時、内容を謝罪。ねえ。はい。えー、テレビ東京は去年3月に放送した番組で、不正確な表現、誤解を招く構成など、不適切な内容があったと公表して謝罪しました。うーん、これ警察24時の番組なんですけども、はい。鬼滅の刃の商品に関する不正競争防止法違反事件を取り上げたんですって。で、で4人が逮捕されたって放送したんですけど、このうち3人が不起訴になっていたことには言及しなかったとか。うーん。 番組に登場した会社が鬼滅の刃のキャラクターをそのまま書いた商品を中国へ発注していたって放送したんですけど、これ、取材で事実確認をしておらず放送後会社からそのような事実はないと指摘を受けたと。うーんーとか、警察署内での捜査員同士の会話や会議の様子を捜査の最中に行われたように放送したんですけど、実際は事後に撮影したもので誤解を招く構成だったとしているらしいですよ。 で、まあ、テレビ東京側が謝罪して、社長がですね、会見で、ね、番組の見直し検討してるのかって問われたのに対して、もうやめたい、やめますって言ったんですって、はい。一切制作はしないんですかって質問に対して、はいと答えて、もう警察に常時終わりみたいな、っていう考えを示したと。ね、えー、プロがきちんと処理すべきものをしなかったことは、テレビ局の信頼性を傷つけることで、ここで見直す必要があると、述べられたと。 うーん。一方、事故に撮影された会議などのシーンについて先言いましたが、会社は事実に基づいて再現したもので、事実の歪曲は行っていないとした上で再現であると表記すべきだったが確認が漏れていたと説明した。なるほど、なるほど。ねえ。まあ、いろんな意見があります。これも、あの、長寿番組やから、残念ですとかね、ねやってるとつい見ちゃってたのに残念とかもありますが、うーん。 警察のこういうの見てられないやめて正解っていう。まあ、そもそもの内容への批判とかもありますが、押しむ声がほとんどでした。いや、ほんまね、うん、なんやろ。なあ、とちゃんもなんかやってたら見てたかなやっぱ、ハラハラするし、ドキドキするし、うーん、その、悪いことしてるやつの言い訳とかやっぱ、おもろくてね、ね見てしまうんですよ。ただ、その、なんやろな、うん、い、い、 一本通して全部見るやつは絶対いないんですけど、警察24時って。あの、部分部分でしか見たことないよ、警察24時って。絶対に始まる前から待機して、うわ、やっと始まるって。で、1時間か2時間、うわーって見続けて CM もね、飛ばさず。で、あー終わった楽しかったっていうやつは、まあ一人もいないんですけど。はい。ただ、もうあれ、日本人全員あの、あれですよ、警察24時は部分部分でしか見てないよ。やってるから見るのと、 うん。ま、ついつい見ちゃうんですけどね。あ、なんか今一人三ーフみたいになの鳴ってた今。あ、違います。あの、いい番組です、ほんまに。だから、あのー、残念ですね。はい。惜しいです。お疲れ様でした。ただーうーん。警察24時は、警察の声も、モザイクかかってる時あって嫌やったなー。うん、あの、ボイスチェンジャーでね、あの、その、悪い人たち、一般人の声は、あ、なえ、ねえ、にえ、ーんすよ、みたいな。 ね。あるんですけど。で、警察はね。いや、これ鬼殿あれでしょいや,いやな、やいんですよ。いや、だから、このね、ここの8時にやらない,いやな、ですよ。いやないでい,ないや、一瞬今警察の声もモザイクになったんだよ。あるんですよ。ボイスチェンジャーで。これ言えなんな、正直。ただいや、ただはやらないな。ただ、あのー、むずい、これ、編集。テレトの気持ちわかったわ。 まあ、粗品のロケっていうね。あの、この間、うん、週刊誌に尾行されて張り込まれた、ね。その人たちに突撃した、こっちが逆に。の動画ね。それこそ、警察に授業みたいなって言われたんですけど、全部モザイクで、声もボイスチェンジャーしたんですけど、あの、やっぱ、会話が勝ち合うと、うん。その、なんやろ、ピンマイクつけてるわけじゃないから、おのおのに。ね。だから、警察の声だけ、あの、生かしてもいい声だけを、 生で、あの、ボイスチェンジせなあかん、モザイクかけなあかん人の声をモザイクかけるっていう器用にできへんの、ね、もう、会話かぶってたどっちも、こんにちはって、こんにちはおはようっていうのがかぶったら、もうどっちにもかけな。音声のファイル一本として扱ってるから、それ。そうやねだからむずい。だから、警察もなんか変な声で喋ってるなって時は、警察だけ目立ってるけど、実はボソボソっと、 多分、一般の方の方が何か言ってんねやろ。っていう発見がありました。はい。えー、一人賛否の粗品、ただー石つぶての鳴き声にそっくりと話題。は,い、はい。いや、これね、あの、ちょくちょく言われてたんですよ。一人賛否始まってから。で、まあ、このタイミングで、まあ、あの、月一回くらい言われててんな。粗品のただーと石粒での鳴き声。もうそっくりすぎると。 で、俺、先月の単独ライブで、それをまあ、ちょっと披露したんですよ。うん。石つぶての鳴き声と、俺のタダのやつが似てるっていうのを披露したところですね。多分その終演後に、なんか、X で検索して、多分お客さんが。で、多分リツイートとかして広めたと思うんですけど、もともとね、あの、えー、先月のなんかのタイミングで、比較動画を出してる人がおって、うん、俺のタダの後に石つぶての、 ねえねえ、みたいな。うん、ちょっと、あの、今聞き直してないから分からんけど。えーねえねえ、みたいな。ちょ、ちょっと、パイトやね石つぶての方が。ねみたいなやったと思うで。を、あのー、俺と並べて比較し、みたいなのがバズってて。ちょっとこれは、あの、SNS ニュースだな、ということで。うん、いえ、あのー、本当にあれですね。嬉しいです。はい。石つぶての鳴き声に似てるって言われて僕ポケモン好きなんで。 で、結構な、まあ、それで言ったら、ゴローニャ好きやし、俺。ね。岩タイプ好きよ。あの、地面系のダグトリオとかも好きやし。あと、レアコイルとか、あとビリちゃん、ビリ玉とかも好きやねんけど、俺そっち系好きやから、はい。あの、一数で。うん、あの、めっちゃ嬉しいです。あの、本当にありがとうございます。ん、たれいうーん、別に嬉しないなー ま、あ別に嬉しないなポケモンの泣き声。いや、あの、ビビった時の、ああとか、ああとかが、えー、まあ、なんやろなパルキアに似てるとか、あとギガ、な、なんやなっけあいつ、あ、どうするしたか、エヴァ。あと、エヴァのラ、えー、ラミエル。ね、首都のラミエル。これはもう僕はあの、モノマネの動画も出しましたけど、ね。おおみたいなやつ。あのー、それに似てるとか言われるけど、 一人賛否のこの決めフレーズが、あー似てるって言われるとは、別に嬉しくないです。はい。えー、ラスト <laughs> お待たせしました。宮迫弘之地上波放送中止あ、拍手じゃない。いやー。 ええー、約5年ぶりの地上波出演となるはずだった宮迫だったが、直前に放送中止が決まったと報じられた。はい。えー、28日更新の、えー、宮迫の YouTube で、なんと千葉テレビさんの匠の教室という番組からゲストのオファーをいただきましたと、喜びの報告したと。ね。えー、過去にも地方局からオファーがあったと言うんですけども、うん、後に生じる大人の事情がね、あんまり詳しくは言いませんけど。 告白されたにフラインみたいなことが多々あったんですよ。ね、明かしたんですけども、今回スムーズに行きましたと胸を撫で下ろしていましたね。うん。で、えー、オンエアは6月3日の深夜1時半からと告知して、これは闇営業騒動以降テレビから遠ざかっていた宮迫にとって約5年ぶりの地上波置きとなるはずだったと。で、番組は4月23日に収録を行われて、5月22日に番組の納品が完了したと。ほう。 で、28日に宮迫が YouTube にで番組に出展することを発表したら、次の日29日、千葉テレビ側から放送しないとの申し出があったと。ん <laughs>、ね、えー、<laughs> 宮迫は一部で放送中止の報道がなされていることを受け、X で、えー、マークつぶやいてたんですね、現状を報告した。今、チームで事実確認進めてますと。で、30日に放送局の千葉テレビ文書を出しました。 ネットニュース等で報道されている宮迫博之氏出演について、放送される番組の内容は事前に投資内で審査をしております。外部の制作会社が制作する番組については、番組の内容は出演者などを事前に通告していただき、当社内にで協議した上で制作していただくことを関係各社にお願いしております。ネットニュース等で報道されている宮迫博之氏出演の番組は、そのような通告もなく外部の制作会社によって制作されたものです。よって、当番組の放送によってはありません。以上。以上。怖わと、声明発表されたと。ねえ。 匠の教室、その例の番組の公式サイトには第9回放送ゲストとして宮迫博樹さんが出演します、しますと記されてるんですけども、千葉テレビの番組表では告知した時間帯はダイヤモンドコレクションになってる。ダイヤモンドコレクション何その番組ねうん、そういった千葉テレビの声明発表にもあった通り、宮迫サイドのフライング告知に、SNS 上では宮迫サフのイサミヤ氏など、 あー、言われたりとか、なぜ放送中止になったのか、疑問憶測ね、読んで話題となりました。で、31日、宮迫が YouTube チャンネルで地上波復帰が白紙になりました、というタイトルの動画を投稿しました。ね。えー、今回緊急で動画を撮らせてもらっておりますではい、今 SNS 等でニュースにもなってるんですが、5年ぶりの地上波復帰というニュースがまず流れて、その後すぐに、そうですね、千葉テレビさんの方で5年ぶりという、こう、なんか言いようと見ながら、なくなった 言ってました。なくなったーびっくりなくなったよーそんなことあるー?」みたいな「はいはい、まあ宮迫節でそんなことある?」みたいな言ってましたねっ「うんお前待てよお前,お前 TV ショーやぞ」言って言ってました「なくなったー !TV ショーやぞ」言って「お前ゴールデンタイムに何してくれてんね言ってました「お前 TV ショーやぞ!」「ゴールデンタイムに何してくれてんねって言ってました「はい。今噛んだよね」とか言ってましたよ はい。ゴールデンタイムに何してくれてんねんね。言ってました。ね。で、まあまあ、ここからほんまにあれなんですけど、収録も完全に終わった後で、打ち合わせもたくさんしたと。ね。三十何年テレビ出てましたけど、初めてのことでちょっとびっくりはしてると。で、経緯説明のために番組プロデューサーが話に来てくれてました。これすごいな。で、プロデューサーが、皆さん本当に申し訳ございませんと。ね。いろいろまあ、わーって言ったんですけども、これなんやろなー ね経緯はほんまにさっきも言ったんですけど、4月23日撮影。で、宮坂の YouTube チャンネルの宣伝を依頼したと。だからスタッフの伊佐宮氏っていうのは誤解だと。ね、釈明しました。で、番組の編集を行って、今月13日にコンプラチェックの会社に納品した。で、えー、22日に千葉テレビの納品を完了した。で、28日に宮坂 YouTube で宣伝。29日千葉テレビが否定したっていう感じなんですね。 プロデューサーも困惑してるんです。で、うーん、ねえ、なんでなんでしょうね、ほんまに。ねえ。テレビ局と制作会社の連携が取れてなかったのか、うーん、宮迫が出ますって宣伝した反響を見てなんか相当なもんが発生したのか、ちょっと、あまりね、あまり聞、ほんまに聞いたことないことですよ。えー、真相明らかになってませんと。ねえ。 いや、これね、かわいそう。かわいそうです。あのー、まあ、あうーん。いや、ま、あま、あ、まあ、でも、ちょまあ、わかったな。いや、いや,いや、かわいそうですけど、ポジティブ、ポジティブに捉えましょう、皆さん、こうくん。あのー。<Yeah. S 1> いや、ちょっと待って、え一人三脚すんねんな。はい。かわいそうです。ただー。 うーんざまみろーざまみろ。はい。以上です。はい。あまあ、以上ですというか、まあまあ、あのー、笑ったねおもろい。おもろいから大丈夫です、これ。笑いにもしてるし、自分が YouTube で。いや、これ素晴らしいでしょ。で、再生数も稼げて、これはあの、俺は、 ほんまにいいと思う。ま、ただ、ちょっと。ちょっと、ほんまに。ま、あ一旦なんやろ。一旦ざまなビーフはさておき。ほんまにちょっとかわいそうかも。<laughs> んー、なんかーなー、な <laughs> まま、でも、あの、一人賛否なんで、すいません。心を鬼にして、ざまみろ。だまみろ、ボケが。 えー、というわけなんですが、だってあの、千葉テレビって、一番緩いんじゃないのそういうの。だって、アンジャッシュの渡部君も、復帰千葉テレビでしょ白黒アンジャッシュ。あれ千葉テレビやんなそうですよ。うん。刑務所めっちゃ近いねんから。千葉の。一回行きましたけど、それこそ白黒アンジャッシュ出に行った時に、あのー、うん。カーナビーでタクシーで入れてもらって行ったんですけど、その同じ画角に刑務所ってあったから、あそうなんやと思ってましたから。 ね。だからそういうなんか、悪いことした人に、寛容なんかなみたいな、勝手に思ってたんですけど、あの千葉テレビがあかんって、これ、これ、ほんで、なんでなんやろなほんまに聞いたことないわ。なんですかね、これ。こんなことあるんですね。えー、まあ、でも、ざまみろ。ということでした。<laughs> はい。以上です。えー、まあね。これからの一週間は、ぜひ、平和なニュースで見つ尽くしたいですね。 あっじゃ